天に増します我らの父よ、願うとは皆をあがめさせたまえ、御国を汚せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなったなり、アーメン。それとともに使徒信条を言ってまいりましょう。使徒信条。我は全地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポントゥピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神を握り出したまいり、歌手を光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我ら聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しの命を信ず。アーメン。それでは、ここでお口に導いていただいて、聖餐式を持ってまいります。はい、それではですね、聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式は、イエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においては、イエス様を自分の救い主として信じて、洗礼を受けている方、また洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができますので、ぜひそういった方はですね、今日、聖餐を受けていただきたいと思います。それでは、今日のこの合同礼拝の、聖餐式のために最初にお祈りします。愛聖様、ありがとうございます。この合同礼拝をありがとうございます。イエス様がこの戦いをおられて、またこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御塩の祝福と恵みをどうぞ受けられる一人一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があればそれを死の前に、共に悔い改める時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いします。それでは、唯一の曖昧なき神様の言葉である聖書を読みます。イエスはパンを取り、祝福して後、これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。
これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。感謝して、イエス様の名前によってお願いします。アメン。